こんにちは、サクズキッチンのサクです。今日はトロットロのナスの豚肉炒めを作りたいと思います。それではサクサクっといきましょう。それでは食材紹介をしたいと思います。まずナス、白ネギ、豚バラスライス、味付けで焼肉のタレ、料理酒、白味噌、蜂蜜で、最後に振りかける七味を使いたいと思います。いっていきます。まず真ん中にですね、包丁を入れます。で、そのまま包丁をスライドさせて、このままですね、薄く切っていきます。ナスは薄く切っていった方がトロトロになるので、薄く切っていってください。切ったナスをボウルに移していきます。ネギはですね、小口切りで切っていきます。トッピングでこちらを使っていきます。できるだけ細かく切ってください。切ったネギは流水にさらしていきます。合わせ調味料を作っていきたいと思います。まずですね、焼肉のタレを大さじ3杯、料理酒を大さじ2杯、蜂蜜を小さじ1入れていきます。最後に白味噌入れていきます。白味噌は大さじ1です。よく混ぜて白味噌を溶かしてください。白味噌が溶けたら完成です。それではですね、豚肉とナスを炒めていきます。最初はまず豚肉から炒めていきます。火は弱火ですね。弱火で油は引きません。豚バラ肉はですね、薄く1枚ずつ並べていって、弱火でじっくり焼いていきます。油は引かずに、豚の油だけで今日は作っていきたいと思います。その方がやっぱ旨味もギュッと締まるのでおすすめです。豚肉のですね、色が変わってきたら、もうここからナスを入れたいと思います。ナスを入れたらですね、もう結構強火にして大丈夫です。ここから強火でどんどん炒めていきます。ナスがしんなりと、豚バラ肉がこんがりと焼けてきたら、ここで先ほど作った合わせ調味料も入れていきます。全体に絡んできたら完成です。これで火を止めます。これぐらいですね。とても美味しそうです。それでは盛り付けをしていきます。最後に七味をかけて、これで完成です。お疲れ様です。やっとできて、今から食べていきたいと思います。まずね、ビールいただきたいと思います。カリー、それではメインの料理いただきたいと思います。うん、うまっ。ナスのトロットロと豚肉の香ばしさ、とっても最高で、やっぱ焼肉のタレのうまみと味噌のコク、もうバッチリグーです。
幸せですね。こんだけ美味しい料理があると。今回もご視聴ありがとうございました。今回はですね、トロトロのナスの豚肉の炒め物をフライパンで作ったんですけど、こちらを電子レンジで作ることもできまして、同じレシピをですね、そのまま耐熱の容器に入れていただいて600ワットの9分で加熱すると、もう美味しいのがまた簡単にできるので、そちらもおすすめです。今回のですね動画がまたよかったら高評価とコメント、またまだチャンネル登録してない方はチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。